星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。晴れた夜空にたくさんの星を眺めるとき、一体宇宙はどこまでつながっているんだろう、宇宙の果てはあるのだろうかと考えることがあります。皆さんもそんなことを考えたことはありませんか？今晩は宇宙の果ての話です。宇宙の果てとは何か、宇宙に果てはあるのか、宇宙の果てまでどのくらいの距離があるのか、宇宙の果てを知るための大事な発見、宇宙マイクロ波背景放射とはなどについてお話しします。地の果てと宇宙の果て。この写真は私がオーストラリアエアーズロックでガイドをしていた時のものです。日没時に夕日で色が刻々と変わっていくエアーズロックを見せる場所があります。これはそこで撮った写真なのですが、写っているエアーズロックは高さが地上から345メーターあり、まるまる東京タワーが入ってしまう大きさがあります。そのためここは近くにあるようで、実はエアーズロックから4キロ以上離れたところにあります。写真の中には地平線が写っていますが、この地平線はここから見える一番果ての部分です。地球が丸いため、例えば身長1メーター60センチの人で目の高さが地面から1メーター50センチだとすると、地平線までの距離、つまり地の果てまでの距離を計算すると 4.6 キロ先となります。地球上では地球の丸さ、極率と見る高さで地の果てまでの距離が決まります。宇宙にも見ることができる、つまり観測できる宇宙の広さに限りがあります。これをここでは宇宙の果てと呼ぶことにします。宇宙に果てがある原理。宇宙の果てはどのようにして決まるかというと、宇宙は地球と違い、私たちの知る限りのエリアの中では極率が 0.025% 以下とほぼ平面であることが分かっています。それなのに見える距離に限界があるのは、光の速度と宇宙の膨張が関係しています。まず光は秒速30万キロで進みます。とても速そうですね。1秒で地球を7周半する光の速度を、私たちは普段生活していて進む速度という意識はなく、瞬時同時に届く感覚があります。しかし厳密に考えれば、3メートル離れたところの友人の姿は光が届くのに1億分の1秒かかるため、1億分の1秒過去の友達の姿を見ていることになります。そしてこれが宇宙空間のとてつもなく長い距離となると、1秒間に30万キロはあまり速くない速度となります。例えば太陽までの距離1億5000万キロとなると、光が届くのには8分20秒がかかり、日没寸前に見えている太陽は実は8分20秒前の太陽を見ているわけで、実際の太陽は8分20秒前にすでに地平線に沈んでいます。私たちはいつも8分前の過去の太陽を見ているわけです。640光年離れたオリオン座のベテルギウス、今見ているのは640年前鎌倉時代のベテルギウスの姿です。宇宙の果てを考える時のもう一つの要素、宇宙の膨張ですが、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは、宇宙は膨張しており、特に遠い銀河ほど速い速度で遠ざかっていることを、銀河の明るさと銀河のスペクトルが赤い方向に偏る赤方変異という現象から発見しました。膨張する宇宙で遠いところほど速い速度で遠ざかる原理を例えで説明します。今校庭に生徒が並んでいるとイメージしてください。ソーシャルディスタンスを取るため、お互い前後左右とも1メーター離れて立っていたとします。今自分が立っているところには、前後左右どの方向にも4人の友達がいるとすると、自分から隣にいる友達までの距離は、前後左右とも近い方から1メートル、2メートル、3メートル、4メートルの距離ですよね。次にソーシャルディスタンスが十分でないと思った先生が、もう1メーター間隔を増やしなさいと号令をかけます。すると友達前の距離は近い方から2メートル、4メートル、6メートル、8メートルになり、一番近い友達は自分から1メートル遠ざかっただけですが、4番目の友達は4メートルも遠くに行ってしまいました。このように遠いものは近いものよりより遠くへ移動することになります。ちなみにこの時、どこを中心に広がるという中心点はなく、どの生徒の位置から見ても同じことが起こります。宇宙でも同じで、膨張する宇宙に膨張の中心点はありません。では光の速度と膨張が宇宙の果てとどう関係するかですが、天体から発せられた光は毎秒30万キロのスピードで私たちに向かってきます。
しかし宇宙の膨張によって毎秒10万キロで私たちから遠ざかっていれば、私たちに向かってくる光の速度は 30-10 で毎秒20万キロにスピードダウンします。そして毎秒30万キロ以上で遠ざかる天体の光は、動く歩道をゆっくり逆向きに歩いた時と同じように、その光は私たちの方向には進まなくなります。つまり遠いところほど速い速度で私たちから離れていくので、あるところ以上遠いところの天体の光はこちらに向かって飛んでくることがなくなってしまいます。その時、遠いところにある天体からは光だけでなく、あらゆる情報が私たちに届かなくなるということで、この場所より手前までが観測可能な宇宙の範囲ということになります。その距離は計算によって分かっていて、465億光年です。この距離までの天体は科学技術の発達とともに観測が可能ですが、465億光年より遠い天体は何も情報が届いてこないので観測できません。今現在一番遠くの天体として観測されているのは、ハッブル宇宙望遠鏡とスピッツァー宇宙望遠鏡により発見された大熊座方向にある鉱石砲変異銀河 GNZ11 です。GN とはグレートオブザバートリーズオリジンズディープサーベイの略で、 Z11 は赤方変異の単位 Z と、この銀河の赤方変異の値11から来ています。この銀河の見かけの距離は134億光年ですが、赤方変異から計算される実際の地球からの距離は約320億光年です。見かけの距離と実際の距離が違うのは、宇宙が膨張しているためで、私たちが決めた長さ、例えば1メーターが空間が広がることでどんどん長くなっているからです。半径460億光年、つまり直径930億光年の巨大な球体が観測できる宇宙の範囲ですが、宇宙は今でも膨張を続けていて、その膨張速度は暗黒物質によりより加速されています。膨張速度が上がることで、今まで観測できていた遠方の天体も時間とともに次々と観測できないエリアへと遠ざかっています。そのため私たちに見えている星がどんどん減っています。その勢いは信じられないほどで、実際1秒間になんと約2万個の星の姿が私たちの前から失われています。数億年後、宇宙の膨張によって現在望遠鏡で見えている銀河のほとんど全てが、遠い過去に見ていたものと同じように私たちの視野から消えてしまうことになります。そしてその時、私たちが見ることができるのは天の川銀河、アンドロメダ銀河、そしてその周辺にある数十個の小さな銀河、つまりローカルグループの銀河だけになります。宇宙の大きさ、観測できないエリアまで遠ざかった天体はその後もさらに加速しながら遠ざかります。つまり観測できないエリアの方は観測できる宇宙よりはるかに大きく、そしてそれは時間とともにさらに大きくなっていきます。最新の研究によると、宇宙全体の大きさは観測できる宇宙の大きさの10の78乗倍だそうです。その大きさから半径、つまり私たちから宇宙の果てまでの距離を計算すると、およそ10の27乗光年となります。1の後に0が27秒つく光年です。日本の単位だと万、億、兆、京、外の次の千乗光年となります。英語だと10オクティリオンとなります。しかしこれよりももっと大きいと見積もる理論物理学者もいて、アメリカの物理学者で素粒子物理学における原理論の創始者の一人、レオナルド・サスキンドは、インフレーション後の宇宙の大きさを10の10乗の10乗の122乗としました。ここまで大きな数字になると、もはや単位は意味をなさなくなり、ミリでも光年でも十分誤差の範囲になってしまいます。表記する単位も一番大きな単位、Google コンプレックス10の10乗の100乗よりも大きな数字となります。そんな大きな、いや大きすぎる宇宙には数千億個の銀河があり、10の22乗個くらいの星があると予想されていますが、このような物質として存在するのは全体の 4.9% だけで、残りはまだ未知の暗黒物質や暗黒エネルギーです。さらにこの 4.9% の大半は星の間のガスや塵で、星や銀河になっているのは 4.9% の中のさらに 0.4% ほどでしかありません。宇宙マイクロ波背景放射、観測可能な宇宙に話を戻します。現在観測可能な宇宙で一番遠いところに観測されているのが宇宙マイクロ波背景放射です。
宇宙マイクロ波背景放射は宇宙が誕生してから38万年が経った頃、宇宙の温度が3000度くらいまで下がったことにより、それまでプラズマとして自由に飛び回っていた粒子が原子核と電子になり、原子核は電子を捕まえて水素やヘリウムの原子を作りました。それにより光が自由に間を通り抜けられるようになったことで、初めて光が外に向けて走り出しました。この時、宇宙マイクロ波背景放射は後に私たちが生まれる場所から4200万光年離れていました。4200万光年離れたところからの光ですから、4200万年で地球ができる場所まで届きそうですが、宇宙は膨張しているため届くには137億年もかかりました。今、宇宙マイクロ波背景放射は見かけ上137億光年先にあるように見え、実際にはその赤方変異の観測から465億光年の距離にあることが分かっています。宇宙の膨張はビッグバン以降次第に遅くなりましたが、その後途中から暗黒物質の影響で再び加速を始めています。宇宙誕生から38万年経った時点では4200万光年にあった宇宙マイクロ波背景放射が135億年間で465億光年まで約1100倍に広がりました。これを単純に計算すると、光速の 3.4 倍くらいの速さで宇宙は今も広がっているということになります。光の速度は超えられないと学校で習ったかもしれませんが、それは空間の中の物質には当てはまりますが、空間自体が膨張する速度には当てはまりません。空間が光の速度を超えて膨張するので、結果その中の銀河も光の速度を超えて離れていきますが、銀河や星そのものは引力で固められているため大きさは変わりません。さて、スケールの大きな話が多い宇宙の話の中でも、今回は特別大きな話でした。動画を作るにあたって改めていろいろ調べると、宇宙の年齢も誕生から137億年と書いてあったり、138億年と書いてあったり、まちまちで、これについては今のところ137億9900万年プラスマイナス2100万年だそうです。その他にも観測可能な宇宙の大きさについても同様で、さまざまな値がありました。動画を作るにあたっては、可能な限りの最新のデータ論文を調べ、裏も取るように心がけましたが、内容に間違いがあるかもしれません。考え違いや間違いがあれば、ぜひコメント欄でお知らせください。今晩のお話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。